いい感じに木を破壊しています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はマイクロミサイルポットを作ってみようと思います。たくさんの小型ミサイルをいい感じに連射してみようと思うので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは小型ミサイルの開発からですね。こうやって松ぼっくりと火薬を組み合わせて火薬に火をつけると、遠くまで飛んで先端の火薬が爆発しました。でもこのままだと弾速が速すぎてよく見えないので、3つの松ぼっくりのかけらを使った導火線の周りをある程度重さのある硫黄の板で囲んで鉄の刃を先端につけることでミサイルっぽい見た目にして重さと威力を上げてみました。こちらに火をつけると、ダメですね。火薬側の松ぼっくりが壊れたせいか途中で止まっています。こういう場合は壊れても速度が落ちなくなったアップデート要素は効かないみたいですね。そこで火薬と松ぼっくりの間に導火線への引火を邪魔しないくらい小さなプラスチックのかけらを挟みましょう。これなら壊れないので遠くまで飛ぶはずです。早速試してみると、いい感じに飛んでくれました。本体の重量のおかげで弾道が見えるのがいいですね。次は地面に固定した木の板に当ててみましょう。そうすると、3972ダメージ、十分な威力です。当たった後に爆発していますが、火薬は小さいので爆発のダメージより先端のデスの刃が飛んで当たったらダメージを与える感じですね。でも角度がずれるのでまず当たりません。さらにここから焼いたスライムの肉片と小さなプラスチックの板で後ろと周りを囲い込むことで反応を打ち消せるようにします。こうすると前後左右上下の全ての方向の反動が打ち消し合うので、手で掴んだまま点火しても反動で手から離れることなく発射できます。早速発射すると、ほぼ反動なしで発射できました。これで反動なしで発射できる小型のミサイルができたので、これと同じものをあと15個作りましょう。小さなプラスチックのかけらを15個と火薬を30個、プラスチックの板を60個、硫黄の板を60個、焼けスライムのかけらを15個、松ぼっくりのかけらを45個用意したら、用意したものを組み合わせていきましょう。超早送りでお送りしていますが、繰り返し作業で大変なので、次のアップデートで予定されている、作ったものを複製できる、設計図の登場が楽しみですね。よし、これで最初の1個と合わせて、16個の小型ミサイルを作ることができました。ここですぐに組み立てずに、ちゃんと反動なしで発射できるか、一つずつ確認しておきましょう。反応を抑える仕組みがうまくできていないと、カチッと音が鳴るので、すぐわかります。カチッと鳴ったものは、仕組みを組み付け直して、もう一度チェックしておきます。いい感じに反動を抑えて、発射できてますね。そして、16個すべてのミサイルを、問題なく発射することができました。あとはこれを組み合わせて、16連射できるようにしていきます。間に松ぼっくりを挟んで、4個ずつにまとめたものを、プラスチックのかけらで、並べてくっつけました。こちらに点火すると、ダメですね。なぜか反応で吹っ飛びました。もしかしたら、
転換速度が速すぎるのかもしれないのね。間に挟んだ松ぼっくりの角度を変えて、隙間を開けることね。転換を遅くしてみましょう。地面に固定した状態で、転換すると、これくらいの連射速度なら、反応を抑えられるかもしれませんね。なので、横方向にも自動で点火するように、松ぼっくりの導火線を、いい感じに作りましょう。くねくねさせることね。点火速度を調整してみました。こちらに点火すると、いい感じの連射速度ね。小型ミサイルが飛んで、向こうに置いてある、モーターボートに当たって、ボコボコに破壊しています。これで連射の仕組みも完成ですね。次は飾り付けです。あまり重くならないように、木の板を使って、ミサイルポッドらしく、周りを囲ったら、前にベアリングのバネのついた、カバンをつけて、開閉できるようにしました。そして点火の仕組みの方は、板の外側に、最小サイズの松ぼっくりとタングステン、庫内の合金の板をつけて、そこから1センチくらい離れたところに、軸が来るようにベアリングをつけて、軸とガーリンを、電気を通さないもので固定します。この状態で、ベアリングのガーリンに、バッテリーを6本つけてから、ベアリングを固定しているものを外すと、タングステンに電気が流れて発熱して、点火させることができました。でも、なぜかミサイルが一斉に発射されましたね。導火線を無視して、いきなり全火薬に引火しているので、謎の現象です。ここで試しに、カバーを外した状態で、点火してみると、若干周りが壊れてはいますが、ちゃんと順番に点火しています。どうやら、ベアリングを組み合わせた、バネをつけた状態だと、謎の誘惑現象が、発生してしまうみたいです。そして、周りが壊れるかどうかも、ランダム性があるみたいですね。とりあえず、カバーは固定式にして、バネを使わないようにしましょう。食べて発射できるように、ベアリングはスライムの肉片で固定しておきます。よし、これでマイクロミサイルポッドの完成ですね。見た目はなかなか迫力はありますが、手に持って撃てるんでしょうか？スライムを食べて、点火してみると、結構暴れています。反応が強すぎて、全部発射する前に、離してしまいました。どうやら、ミサイルが飛んだ時、急な重量の変化でぐらついて、そのぐらつき中の爆発によって、反応を抑える仕組みが、うまく働いてないみたいです。もっと軽量化して、私が支えやすいようにしましょう。いろいろ試しましたが、私の体を固定できる、木の囲いをつけることで、反動に耐えやすくしました。この状態で発射すると、かなり暴れていますが、なんとか耐えて、撃ち切ることができました。では早速、火を狙って撃ってみましょう。スライムを食べて点火すると、いい感じに木を破壊しています。命中率の低さを、弾数と破壊力でカバーしてますね。反応を抑える仕組みを搭載しても、弾の重量のせいでぐらついて、それが無駄になってしまうのは誤算でしたが、それはこれで、なかなか派手にできたので、よしとしましょう。火を破壊するのは、十分楽しめたので、今度は、古代のドローン工場の壁を狙ってみましょう。そうすると、弾が重い分、なかなかの威力があるので、しっかり壁を破壊できています。でも、ミサイルが縦回転してるのが、ちょっと気になるところです。今後の改善ポイントですね。
それでは次は、こちらのザボケラカルテットを狙って、マイクロミサイルポッドで、攻撃してみましょう。果たして全員倒すことは、できるんでしょうか？早速撃ってみると、これだけ離れると、なかなか全員には当たりませんね。反動にはランダム性があるので、手から離してしまうこともありました。それでも何度か撃っていると、よし、いい感じの距離で、火薬を爆発して、ザコケラ全員を倒すことができました。原型が残っているものもありますが、よしとしましょう。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。輪っかの部分に、頭を突っ込んで、体を固定して、スライムを食べます。隙間から前が見えるので、狙いやすいですね。よし、発射されました。最後の方は、壊れてしまいましたが、3匹倒せたので、残りの1匹は、殴って倒しましょう。それでは最後は、こちらの巨大スライムを狙って、マイクロミサイルポッドで、攻撃してみます。果たして倒すことはできるんでしょうか？イエロースライムに効くように、ミサイルの刃の先端に、ガラスの破片をくっつけます。こうやって方向を工夫することで、干渉せずに取り付けられました。こちらを、少し離れたところから、撃ってみると、飛ぶ方向が見られて、うまく当たりませんね。それでも威力はあるので、ちゃんと当たれば、倒すことはできそうです。諦めずに、少しずつ近づきながら、撃ち続けていると、やったー！ 48,291 ダメージ、巨大スライムを倒しました。一発目のミサイルが、うまくスライムに弾かれて、とんでもないダメージが発生してくれたみたいです。それでは、この勝利を尽くして、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、マイクロミサイルポッドさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、